さあやっていこう、CM 実況パート57。5時57分。もう朝だよ。起きれるわけないよ、こんな次の日。あともう何分だ？あと1時間ぐらいしか寝られないんじゃないか？ 1 時間半寝たな。寝たうちに入らん。でもなんか、睡眠時間っちゅうのはあれらしいね。1時間半ずつ刻みぐらいで取ると、ちょうどいい感じで寝られるとか。明日の夜10時に第9倉庫に行く。ほう、知らんかった。実際変な約束の取り付け方だよね。春先を残り、なんかギリギリバイク借りたい間に合う時間に取りに来いと。春先を取りに来いじゃないけど、助けに。助けたければギリギリの時間に来いみたいな感じでさ。もっとこう、来やすい時間に設定してほしいもんね。どうした？フォークリフトレースはいいのか？道場で、ただ。そして、あ、どうも、アザラシです。寄せてた。なんか、喋りの中で。さあやっていくかって言って、シムパ何その刀は。刀も含めた武術なのなら、武術なのならば多少武器を持って戦わせてくれてもいいんだよ。棒ぐらい重いな。雰囲気が重々しい。ただ、俺から言わせればもう少し原崎へのケアをした方がいいんじゃないかな。大丈夫だったかみたいなこと。まずなんかもう、乱定のことしか頭にないけど。危険なことはやめよう。スッて言って。気づいたけど今これ12月30日だとかなんだよね。もう真冬じゃん。真冬よりさ、その革ジャンの下は白シャツ1枚っていうのは若干。なんでいきなりトムに話しかけてるの？できないね。ないね。ないね。いや、そんなことはないよ。そうか。顔が沈んでるように見える。タムがランチおごるよ。ランチおごるよ。あとでお店に来るね。まあ、ホットドッグの一度ぐらいは食っといた方がいいな。なんかもったいつけてんな。早くフォークリフトレースやれよ。ワンちゃん、そこに座りな。ほら、はい、問題を起こしたからもうこれ以上は働けないみたいな。悪いけど仕事を辞めてもらえねえかな。おお。クビですか。ああ、そういうことだ。うん。はい。アンちゃんがここへ来てから揉め事ばっかりだよ。まあ、アンちゃんだけが悪いわけじゃないだろうけどよ。はあ、うちの会社まで面倒なことになったら困るんだよ。わかるよな。楽しかったけどな、はい、フォークリフトレース。いやー、なんかお世話になりました。うん、なんかスッと行くね。まあ、日払いでよかったって感じ。なくなっちまった。バイトを辞めさせられちまった。はあ、みんなに挨拶していくか。なんかまあ、いきなりすっと辞めさせられるというか、まあ、もうちょっと前兆ぐらいあってもいいかと思うけど、しょうがない。みんなに挨拶して、こいつは知り合いじゃないな。喉がいからっぽく。これも知り合いじゃないな。昼飯を食い。みんなどこにいるんだ。みんなさんは陽気じゃないの。ほら、何してるんだ。何してるの。見回りっすよ。はいはい、もういいもういい。いや、なんすま、港。ああ、はい、じゃあな、じゃあな。フォークリフトレースをしたみんなと話をしていかないといけないのかな。探すの結構大変じゃない。昼までに、あと1時間ほどで、こう1時間ほどで会っていきますか。会いに行きますか。全然まだ関係ない話をするけど、最近あれが来てるね。知ってるかな、バーチャル YouTuber というのが来てますね。ああ、いた。マーク。マーク。よう、
聞いたよ。クビだってな。うん、しょうがないよ。しょうがない。Don't worry。お前は悪くないさ。割と悪いけどね。ありがとう、マーク。俺はこれからも港にいる。たまには来てくれよな。ああ。マークの。そうか、マークの弟が沈められたみたいな話、沈められてないんか。Yeah。彼はきっとどこかで生きている。俺はそう信じている。そこら辺解決してないけど大丈夫。どうしたんだ、リョウ。え？今日はやけにシリアスな顔してるな。シリアスな顔してるな。ああ、何かあったのか。俺、これから。どうすればいいんだ。どうした？あ、いや、別に。悩んでることがあるなら相談に乗るぜ。いいやつ。大丈夫だよ、マーク。ノープロブレムだ。本当か？本当か？ああ、ノープロブレムってやつはノープロブレムじゃない説。何かあったらいつ。ああ。マークとは話せた。あれ、あの人が違うか、社長じゃねえか。違うな、会えるもんかこれ。この広い広い港で、港の倉庫街で残りあと4人ぐらいと、会える気がしねえな。今ハゲのおっさんの、会える気がしねえな。何の気にしねえな。ああ、そういえば今やっと休みになった。もうずいぶん久しぶりの休みという感じで休みになったけれども、心が収まる、心が落ち着くかなと思ったらそうでもない。やること、休みになったらなったでやること結構いっぱいあるっつってね。まあなんとか乗り切りましたわ。うん、休みまで2017年のとりあえず仕事納めじゃないけど勉強は終わった。これでゆっくりと2018を迎えられるっていう、そういう中でね、とりあえずシェンムの実況を撮っております。うん、偉い。いや、偉くもないんだろうけど、でもね、自分の中でね、休みの間にね50時間ぐらい勉強するって目標立てちゃったんですよね。50時間ぐらい、休み言っても7日間ぐらいしかないんだけどね。7日で50時間やるって自分で目標を打ち立てたけど、そういえば実況のため撮りしなくちゃなって思ってたのすっかり忘れててさ、実況ため撮ってかなくちゃみたいなこと思ってたの。できるかな、うまいこと時間使って。しかも漫画書いたりもしなくちゃいけないし、漫検提出よね。その辺考えたら全然時間ないんだよな。なんかどうしよう、時間がない。1日が26時間ぐらい欲しい。寒いからコーヒー入れるね。コーヒー入れるね。今ちょっとそんな気分。もう帰るのか。ホットドッグ。Look。トム、その技は。技か。My friend から習ったトルネードキックね。うるせえ、早くコーヒー出せ。教えようか。教わる。ああ、こんなイベントがあるのはなんか、こんなイベントだったか。しかし、一度もその、うるせえ。ホットドッグを出せ。昼飯を食わせる。前前キック。はいはい。まずはステップからトライね。うるせえ、コーヒーか、ホットドッグ出せ。トムの方に2ステップするね。オッケー、オッケー、ナイスステップ。今のでいいの。次は2ステップ目の後キックって A かな。さ、両もやってみるね。前前これかい。オッケー、ベリーグッド。初めてにしてはいい感じね。ホットドッグを食わす。ごたくはいい。ホットドッグ、こっからが本番ね。まだあんの？前に2ステップでフルステップ、セカンドステップ。すげえ技だ。これが本当のトルネードキックね。ちょっとこれは現実で使ってみたい技だね。
こんな動き人間できんの？これ最初の蹴りの反動でトルネードみたいになって、2発目がいい感じにぐるぐるっとなってるのが、伊達にハズキ感が確かに。大勢に囲まれてもこのキックならみんな KO ね。KO ね。おいしいよ。もっとトレーニングする？いや別にいいよ。いや大丈夫だ。OK。よくマスターしたね。トムの教え方が良かったのさ。ありがとう。どうした？どうした？今日でホットドッグや終わりねとかって言うかな。経営が芳しくない。どうした、うん、急にしんみりとして。今まで言い出せなかったね。We are sorry。 何なんだ目が。明日アメリカに帰るね。急に。急じゃないよ。 Long time thinking ね。へえ。トム、Yo、要は何のためにジャーニーするね。何のためにジャーニーするの。俺は旅してるか、こいつ言うほど。きっとリオのファーザーに関係あるんでしょう。あるんでしょう。旅、なぜ人は旅をする、ね、日々旅にして。故郷に go back。 白水の科学は旅人にして、誰にもストップ。雪子としもまだ旅人なる。トム、旅は、あんたの人間関係随分とあれだな。ベストって一番ってことだろ。言うほどトムとリョウの間の人間関係って親友と言えるほどのものだったか。今日が最後の、いつもほとんど食ってなかった気がするか。ベリーデリシュスよ。ええ、ああ、もらうよ。くれ。150円、200円って書いてある。ホットドッグ食ってる描写ないの。あ、飛行機だ。マイフレンドか。ちょい待って、ちょい待って、ベストが抜けてる。ベストがマイフレンド、マイベストフレンド言うたよ。おい、自分の中で脳内変換されて別にベストじゃねえって今思ってるな。顔の頭の中でな、あれベストじゃないだろうって今思ってるな。空見上げながら、あれベストかって今考えてる。ベストって言うことか。ちょい待ち、もう夜になっちゃってっけどさ、夜になっちゃってってっけどさ、俺まだあの仕事仲間話しかけてないよ。村上とか沼久保さんとか近藤さんとか、あと誰がいたっけ。一人出てこないけど、忘れたけど。来たぞ来たぞ。本当に来るとはいい時。テリー随分とふとは軽いな。こんなもん下っ端に出すよ。下っ端出しておけばいいのに。こっちだ。ついてこい。ついてこいと。うん？ここで待っている。秘書はここに来るのか。仕事が終わった後、やつは必ずここを通る。来たかじゃねえよ。一本電話ぐらい通しておけ。なんだ、ハズキ。記者、俺と戦ってもらう。なんか裏で話を合わせてからなんかこう、何を言ってんだお前。ほんまだよ。行くぞじゃねえよ。何？なら俺は打撃技は使わないが。そしたらもうひたすら投げしかしないよ。そしたら、師匠、わざと負けろ。なんじゃそれ。なんだと。あんたを倒せば乱定に会える。何を言ってんだこいつは。テリーみたいなチンピラを信じてるのか。本当だ。
戦いたくない。俺は戦いたくない。お前こそさっさと負けた方が身のためだぞ。お前にだと？怪我しない。あ、そう、手いるやん。あれ全然掴めない。全然掴めない。せめて穏便に背負い投げとかで。おお。何を蹴りを。そんな蹴りで俺を倒せるか。貴様こそそれで蹴りのつもりか。あ、なんかあれ、あれ教わった技じゃん。これも俺は葉月が負けた方がいいと思うんだが。本気ってわけか。貴様こそ勝負だ。望むところだ。あー、ただ殴られて終わったな。弱い。心の弱さが見えてしまった。行くぞ葉月。ああ来い。何やってたこいつら。なぜか基本蹴り対決みたいになってるけど、蹴り技対決みたいに。やるじゃないか。貴様こそおめでたいやつ。ほんまで、あいつせいじゃなかった。あバカかな。行くぞ。あれ避けなくちゃいけなかったのね。テリー間違えてたわ。あのなんかあのセンター分けの男はテリーじゃなかった。あっちの、そうだそう、すっかり忘れてた。テリーの顔もすら忘れてたもん。キシャーって、あの重そうなやつで殺されちゃったあれじゃん。少しは少しは貴様こそほんまにおめつ、おめでたいよ。ほら、タッグバトルかい。こんなことだろうと思った。おい、動けるか。ああ、勝負は後だ。そうらしい、ね。お、やれるのか。楽しいぞ。ちょっとタッグバトル楽しいぞ。やれるのか。汚いぞテリー。貴様を絶対に許さん。うん。そんなに俺が好きなら地獄に招待してやるぜ。逃げるのかな。待て。逃げるし、そんな重そうだからで、この剣客二人にから逃げおせると思いかい。逃げられてるし。おお、まずはこの辺の雑魚どもを相手にしろと。やってやろうじゃないの。お前と関わるとろくなことがない。ろくなことがない。文句なら後で聞くぜ。そうだ、やられるなよ。そっちこそ。ここで一旦カット。羅刹カット。羅刹とは。いや、ここで一旦カットじゃない。始まったら切るよ。これ一旦カット。はい。